120秒でわかるありすぎアイギスエクスパーション、宇佐本アンナがお送りします。舞台は地球から遠く離れた未来の宇宙。なぜかってことは聞かないでね。21世紀の東京とそっくりの宇宙船シャード、ここが物語の始まりの場所、鳴子坂製作所。いかにも老舗って感じね。ありすぎ屋の開発や整備の他に多くの有名アクトレスたちも所属する事務所でもあるので、この子たちが代表的なアクトレス。困っている人はほっとけない主人公の平坂よつえちゃん。あの、こちらはどちら様ですか？ゲームやアニメが大好き、ゆるふわオタクの金子やしたらちゃん。よしよし、課金税の恐ろしさ見せつけてやんよ。本に囲まれてるだけで幸せを感じちゃう桃品ふみかちゃん。何かの見間違いじゃないかしら。その他にもたくさん優秀なアクトレスが所属しているんです。私だってまだまだ負けてないんだから。アクトレスは彼女たちにしか扱えないアリスギアをまとって、謎の機械生命体バイスからシャードを守る女の子たちのこと。とっても強いんだから。ちなみに私もアクトレスなの知ってるよね。そんな鳴子坂製作所に期待の新人が入ってきたんだけど。高畑のどかと申します。よろしくお願いいたします。天下、大丈夫かしらこの子。まあとにかく個性的なアクトレスたちが描き出す愛と友情と笑いと涙のハートフルコメディ、それがありすぎアイギスエクスパンション。2023年4月より放送開始です。以上、宇佐本アンナでした。嘘、髪は早かった。飛ばすんだ。